皆様こんばんは、早速拍手を頂戴いたしましてありがとうございます、今晩はですね、湯の津温泉祭りといいまして、湯の津の温泉のお薬師さんのお祭りが明日法要が行われます。それに合わせましての奉納神楽ということになっております。石見神楽初めてご覧になるという方はいらっしゃいますでしょうか。はい、いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。石見神楽というのはこの石見の地方ですごく盛んに継承されている、全国でも稀に見る伝統芸能でして、この本来の石見神楽といいますと、こういう神社の例大祭に合わせて、奉納が行われるものでございます。神様と共に見て楽しむという、そういったものになっております。それが今観光の皆さんに出会ったりとか、あるいは、いろんなお祝い事の催しであったりとか、そういったところでも何かあれば神楽というのが石見人の気質になっておりますので、今宵は奉納の神楽でございますが、毎週の土曜日は定期公演といたしまして、予約制でございますけれども、1時間半の神楽公演をやっております。今日は、奉納神楽ということでお祭りでございますので、皆様ゆったりとご覧いただいて、決して力入れなくていいです。肩の力を抜いて、表には飲食の出店なんかも出されております。どうも時間8時まで、出されているということなので、ちょっと神楽より先にお店終わってしまいますので、もし行かれたい方は今晩ですね、神楽を務めますのはこの地元日の津を拠点に活動しております石見神楽日の津舞妓連中という団体でございます。どうぞよろしくお願いいたします。日の津町でやっているので日の津舞妓連中ですが、お隣に行きますとまた違う団体がございます。ほぼ町ごとぐらいの単位で神楽団が存在しています。島根県西部地方で130を超える団体が存在しているというふうに言われております。そのぐらいですね、石見の人たちが、神楽が好きであり、またそれを支える土壌というのがあったということで、この芸能が今も、はい、大変 前置きが長くなりましたけれども、今夜の奉納神楽を始めてまいりたいと思います。一番初めはですね、清めの神楽塩払いという演目を上演をいたします。塩払い、と申しまして、神楽ではですね、方角、四方、四方四隅、中央とですね、この方角というのを非常に大事に考えております。これは人形五行四等から来ておるんですけども、そういったことが前に現れております。神楽の舞殿を先立って消える清めるそういった神楽です。上演をいたしますのは小学生と中学生ね、はい、うちの団の小学生と中学生が塩払いを務めますので、ごゆっくりとお待ちくださいませ。
桜の湯。